モデルオブザロードモービル M ガレートバージョン、ザモデルキャンビーシームアットザ、パリアーミーミュージアムガンマガレート、ザレールウェイ、トランスポーテッド、コンクリート、インプレースドプレデセッサーツーザビッグバーサディッケベルタは、ドイツのクルップ社が設計、製造した、合計42センチメートルの巨大榴弾砲である。第一次世界大戦において、ドイツ帝国陸軍が使用した。ベルタとは、 クルップ社社長夫人ウェルタ、クルップ本防蓮運とハルバッハの名である。一般的には、英米軍が呼んだ英語読みのビッグバーサの名で知られる。開発は、旅順後遺戦において、日本陸軍が使用した28センチメートル榴弾砲の威力に触発されて行われたため、設計は日露戦争中の1904年に始まった。 もともと要塞砲であった 28cm 砲には移動能力がなかったが、本砲はそれが付与されている。本砲は 820kg の砲弾を、行角80度で 15km 飛ばすことができた。完成、納入は1914年であり、対戦初期のリエージュの戦いにおける偉人で、リエージュ死降伏後も交戦を続ける、リエージュ周囲の捕類を破壊したほか、 ベルダンの戦いなどに投入されている。そこで、いくつかの捕虜を凄まじい威力の砲撃により破壊した。本法は捕虜を破壊するという点においては、優れた能力を発揮したが、問題がないわけではなかった。自走砲が普及する以前の大砲であったため、移動能力があるとはいえ限定的であるため容易に移動することができなかった。したがって位置が特定されると、 敵型の軽量な野砲により破壊されることが多く、ベルダンの戦いでも多くが壊されてしまった。巨大で高価なこの兵器は次々と製造して投入できるような代物ではなかったため、ドイツ軍は破壊されてから要塞攻略のための火力を欠いてしまった。本砲の設計はカール自走急砲に引き継がれている。ありがとうございます。